はいどうも、ルールカです。デスティニーチャイルドやっていきたいと思います。12月14日に、アップデートがあるということで、情報を集めております。でまずメンテナンス情報を見ていくと、10時から6時と結構長めですね。で新規キャンペーンで、ラグナブレイク開催。新規イベントということで、まあ、非常に気になるなーってところで、まあ、詳細はアップデート情報にてお知らせいたしますってなってるんで、わかる範囲でちょっと見ていきたいですね。で、新コンテンツコスチュームショップ。これが、絆で、絆マックスにすると手に入る、コスチュームとは別にコスチュームが手に入るという感じみたいですね。ただ、どうやって手に入れるのかっていうのはまだ書いてないんで、まあ、専用のポイントだったりとかが手に入るのか、それともクリスタルで買うのか、まあ、ちょっとわからないんでね。まあ、いずれにしろ楽しみですね。どの範囲でコスチュームがもらえるのか。自分の好きなキャラが、ちゃんとコスチューム着れるのかとかね。まあ、非常に気になりますよね。膨大な数キャラクターがいるんでね。はい。まあね、そこら辺気になりますが、一部チャイルドのスキル説明文を修正します。まあ、ここら辺をね、よくある話ですよね。翻訳してるので、その翻訳文を調整するっていう。セブンナイツでもね、よくあったことなんで。で、ゲームバランスを一部変更ってことで、まず、宿題がね、変わると。で、1、進化ダンジョンを1回プレイ。もう結構1から3チャイルド召喚権っていうのは余っちゃうんですけど、それがスタミナ15になると。これはありがたいですね。で、強化ダンジョンも、スタミナ15に変わると。で、アンダーグラウンドに関しては、クリスタル20。これ嬉しいな。で、デビルランブに関しては、クリスタル30。だから、全体で200もらえるのに、さらに50もらえると。250。毎日250もらえると、これ熱いっすよね。ただでさえ10日で、10日で2000溜まって、10連ガチャ引けたなって思ってたけど、10日で2500でしょ ?20 日で5000。30日で7500。でしょ ?7500 だったら、40連いけんじゃねえかな。630、あ、いけない。100足らない。100足らない。100足らない。どっかで100手に入れるしかない。まあ、冒険進めるしかないかな。で、イベントダンジョンの消費スタミナの変更。強化ダンジョン、ゴールドダンジョン、進化ダンジョンの最上級のスタミナを35に変更します。ただ、この変化に伴い獲得経験値は減少してしまいますよと。まあ、要は、経験値もスタミナ依存ってことですよね。アンダーグラウンドの報酬を一部変更。今までスタミナ1をもらえてたけど、それをオニキスに変えると。まあ、スタミナ1だとね、もらってもね、すぐには使えないからね、まあ、いい、量調整だと思いますね。で、チャイルドの進化に必要な進化素材の情報修正。星2から星3チャイルドへ進化。星1進化素材5から12個。なんでだろうね、これは。一応だって、ね、下の進化素材から上の進化素材にランクアップできるじゃないですか。に対してわざわざ、ね、低い進化素材を増やす理由って何なんだろうね。うん。まあ、運営さんから見てめっちゃ余ってるってことかな。進化素材が。うん、で、これで、クリスタル200個もらえるということですね。はい。で、今回のメンテナンスで、まずこのニコルちゃん追加。かわいいっすね。そして声がミカコシ。
最高。まあ、ここら辺の、インタビューみたいなのはね、ぜひ見てください。で、上村雄二さんかね。雄翔さんかね。ルドルフ。山下大輝さん。まあ、男性の声優はあんま知らないんですけどね、実は。そして、俺が世界で一番好きな、三森すず子さん。モナの声をやっている、小清水亜美さんも好きだけれども、三森すず子さん、どうでもいい情報なんだけどね。三森すず子さん、俺は世界で一番大好きなんでね。ありがたい。絶対手に入れます。これもね、後でしっかり読んどこうと思いますよ。で、ラグナブレイクが先行。ね、降臨って書いてありますよね。ラグナブレイク。降臨のことをラグナブレイクって呼んでるんですよね、きっと。新チャイルド。ラグナブレイクで重要な鍵を握っているチャイルド。クランプス、サンタクロース、ルドルフ、ニコルのビジュアル。これはどうやって手に入れるんですかね。ガチャなのかな。今回紹介したチャイルドの他にもクリスマスにふさわしいチャイルドが登場いたします。ラグナムレイクは候補生レベルでの参加条件があります。レベル12以上。で、まだ始めたばかりの候補生の皆さんは急いで候補生レベルをアップさせてください。フレンドを増やそう。ラグナムレイクはフレンドの魔王候補生たちの協力が鍵となります。フレンドに空きがある方はこの機会にフレンドを増やしてもらいましょう。なるほど。まあ、レイドみたいな感じなのかな。相手がこう出してくれて、見つけたら発見したら一緒に叩くみたいな。そんなイメージなんですかね。一部プレイ画像公開。これのことか。これもね、特にヒットポイントが出るわけじゃないからわかんないよね、これ。クリスマスシーズンの街を背景にバトル。近日っていつだろうね。もう13日なんだけど。今日来るのかな。めっちゃ楽しみだな。サンタクロースのルーツであり、祈祷師、大魔師だったセントニコラスの、転生した存在。サンタらしい面影はなく、子供があまり好きではない。大雑把な性格をしており、自分のものを奪われるものを何より嫌っている。サンタクロースの扱いに嫌気は察し、家出したトナカイがいた。雪原をさまよっていた貧しいトナカイは、とある悪魔と契約した。そして生まれたチャイルドがヨルドロボー・ルドルフ。へぇ。サンタクロース、俺のトナカイ見なかった？一緒に探してよ。サンタクロースなのに青い服着てますね。自分がサンタクロースだと嘘をつき、人間の魂を盗むクリスマスの悪魔、サタン・サンタクロース。嘘ばっかりついたせいか、自分が本物のサンタクロースと思い込んだこともある。へぇ、あ、そうなんだ。クランプス、そこの一人ぼっちのあなた、クリスマスの妖精がやってきました。クリスマスの妖精のようなキュートで愛らしいが、実態はクリスマスの妖怪、クランプである。サタン・サンタクロースと人間の魂を飼っていたクリスマスの悪夢と称されている。へえ、面白い。知らなかった。またね、新しい情報が出るっていうことなんで、みんなも楽しみにしてください。さて、見ていくと、今のところどうだろうな、フレンドの数は。あ、全然ある。というわけで、この動画を見てくださってる優しいお方、フレンドになってください。フレンド ID は、フレンド ID、あった。アカウント ID はね、こちらになります。
ちょっとでかくしようかな。でかくしようかな。ちょっと待ってね。今でかくしますんで。よっはい、フレンド ID、アカウント ID、こちらになります。はい、あとね、あと21人枠がありますんで、ぜひ、フレンドになってください。ちょっと、元に戻しちゃった。フレンドになってください。よろしくお願いします。はい、こんなとこかな。はい、というわけでね、みんなでね、明日のアップデートをね、楽しみにしましょう。アップデートされた時にもね、動画出したいなと思っておりますんで、ぜひ、お見逃しなく、よろしくお願いします。で、まだね、チャンネル登録を済んでいない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。通知、アップデートの通知が行くと思いますんで、まあ、通知設定もね、オンにしてくれれば、確実に届くと思いますんで、ぜひ、よろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。バイ。